人生すべてが暇つぶし。あ、この色もかっこいいですね。はい、これタングステンメタリックって言って、アウトバックでメインカラーになってる色、ね。はい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 。一緒の色です、アウトバック。あ、それこそ展示してあったアウトバックと一緒の色。落ち着いてるんだ。はい、ゆうすけです。今日はスバルクロスオーバー7乗ってきました。アイサイトがバージョン2じゃなければ欲しかったなと思う車です。静かな走りと安全な性能、この感じを動画で感じてみてください。あと最後の方に S207 の情報も入っていますので、ぜひ最後までご視聴願います。それではどうぞ。これは普通に、はい、ドライブまで入れていただいて、今度フットですね。あ、そっか、フットか、はい、慣れちゃうとなんかちょっと違和感がすごいですよあれやっぱ便利ですね。便利だね。わあ、静かわあ、いいな。やっぱなんかターボじゃない良さもやっぱありますよね、 N8。 あ、そうだ、今日金曜日だ。あ、混んでる。あ、なんかやっぱりこうやって見るとやっぱレヴォーグのやつってなんかこれのディスプレイ特徴的なんですね。もう違和感が、あ、もう出れないなこれ。おじさん、ここちゃん、チャンス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 。あ、ちょ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 、 ありがとう。あ、またいますけどねこれね。ダメですけどね、完全にね、これ。いつか。いや、でもそうですか。いや、それ見てみたいな。207見てみたいですねまあでも多分絶対いらないですけどね翼ついてるとか聞いちゃうともうなんか心が引けちゃいます、ね、あ、でもやっぱいいですね。これ何リッター？これ 2.5 です。 2.5、 あ、 2.5 なんですね余裕ありますね、じゃあ。はい、これモデル的には真ん中ぐらい。これは、ま、はい、標準、これ2個しかないんですよ。あ、2個なんですか。あ、グレード自体は1個しかなくて、うん、ほいほい。でその中のメーカーオプション、例えばレボーグでいうと本革つけるつけないみたいなのが2種類、ほんともう2種類しかない。2種類しかないか。右で、はい、でこれはシートがノーマルの方なので、うん、まあでもいい感じですね。3列目とかどうなんですか。狭いです。狭いか。結構狭い。結構狭い。まあでもたまにならみたいな。そうですね。うん。ちょっとまあ値段そうだなって感じ。あ、やばい。これなんか開いてますよとして。あ、後ろが開いてんのかも。あら。あら。ちょっとあれですね。どっか止めて一回閉め。ここは危ないですよね。ここはちょっとそう、ここはちょっとあれですよね。ちょっとロカットっていうか。あ、異常事態、異常事態。いや、多分右だと思います。大丈夫ですか？いや、多分右だと思うんですよ。え、右？右だ。多分こっち住んでる。多分あっち住んでるか。じゃあまた。まあまた。開くような運転はしないとは思うんですけど、ちょっと一応じゃあ。これ結構先じゃないと多分開けないですよ。そうなんですよね。うわ、楽だ。いや、もうでもちょっと僕レボーグ今好きすぎるんで。いや、もうありがたい。基準がちょっと。そんなありがたいこと。うん、
だいぶ上がっちゃってる感じがするんですよね。だいたい納得できないんですよね。だいたいの車がこれ何事ですか。なんか後ろあるんですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。なんかなんか多分なんか置いてあるだけですよね。あ、よかった。よかったです。確か先の方で曲がりましたよ。曲がります。あ、そしたらそこら辺じゃあやってやります。はい。これで閉めるんじゃねえかな。あれ違う。あれここ？いや違うよ。いや違いますよ。ひどいです。これ開いてるやつですよね、マーク。開いてるやつです。ですよね。消えた。消えました。あ、後ろだ。よし。あれ、これまっすぐでいいんじゃない？まっすぐで。はい。お願いします。これってバージョン3ついてるんでしたっけ？これはバージョン2です。あ、2、あ、そうそうそう、2でしたよ、ね。はい。2でもそんな性能的にはあんま変わんないですかね？あの体感的に？ところがどこかだと思うんですけど、はい、そのバージョン3乗ってる方が、うん、バージョン2乗って、うん、例えばクルーズコントロールとかやると、はい、違和感感じるかと思います。へえ、そうなんですか。はい、ちょっと急に止まったりとか、あ、急にグーって出たりとかっていうのはあると思います。あのバージョン3がすごくそのあたりは、はいはいはい、うまいので。あとは何だろうな、こういうカーブの道なんかで、はい、バージョン2は意外にこう壁だと認識してなっちゃったりするんですけど、うん、はいはいはい、そのあたりはバージョン3は曲がるんだなっていうのはある程度。うーん、違うんですね。はい。いや、なんかYouTube かなんかで動画であの湯気かなんか出るあの温泉地帯で、はい、バージョン2の車が緊急停止してるの見て、おーおーおー、 あるんだこういうのみたいな。そうですね、これ左でお願いします。 ある程度こうゆらゆらしているもの、なんでしょう、うんうん、同じような感覚でずっとなっているものだと、うんうん、ちょっと反応してしまうことが、あそれこそ雪、冬、はい、寒い地域とか行くとやっぱり出てたりするので、そういうのが出ちゃって、そういうこと反応しちゃったり、あとは道路に、はい、そのこういった木の影が、あ、こう風が吹いててバーってずっと揺れてると、はいはいはい、たまに誤作動でなったり、まあ、それは本当にめったにないことなんですけど。そうですよね。車線逸脱はあるんですね。そうですね、はいはい、今ちょっとやってみようかと思ったんですけど、すみません、あの車がいなかったんでやめます。前にいないと全然わかんないんで。クルーズコントロール。クルーズコントロール。あ、そしたらあの東八のところで、はい、多分誰かいますよね。ここが誰もいないだけで。気持ちいいですね。7人乗りでここまで快適に走れるのは多分、うん、おっとっと、そうですね、はっきり言ってないかなって言えますか、ね、うんうん、アイ
ドリングストップいいですよね。静かです。静かですよね。最初は個人的にはあんまり好きじゃなかったんですよ。あ、そうなんですか。立ち上がりの振動とかっていうのがあんまり好きじゃなかったんですけど、スバルの車はそれが少ないし、こう、ブレーキ離してから速いしっていうので、あんまり違和感なかったんです。そうですね。まあ、元々あったんですけど、結構改良されて。それは結構なんか奥さんに言われましたね。気になるやつ何個か乗ってたんで、はい、その時フォルクスワーゲンなんかも乗った時にも、はい、ちょっとあっちの方が気になるみたいなこと言われて、そっかみたいな、あっちは体大きいから気にしないんじゃないとか言ってたんですけど。でも気になりますよね。はい、絶対若い時だったらこっち買ってましたね。あ、そうですか。はい、値段でもどんぐらいでしたっけ。値段はこれは結構リーズナブルですよ。車両本体で270とかなので、はあ、こっちだな。7人乗れてなんかこうスノボとか行っちゃうみたいな。うん、そうですね、行っちゃいますね、完全にこれ、はい、CM の通りですよね。いっぱい乗ってましたもんね、CM ね。信号左で。はい。これ速度をその ACC で上げる下げるみたいなのってどうやってこれやるんですか。右側です。右側の、うん、その2つ で、 これでやる。上が上げる、下が下げる。ああ、そういうことか。はい、そういうやつか。はい、うん、これでもあれですね、立ち上がり本当静かですね、こいつ。はい、これ2区でしょ、4区ですよね、これ。これ4区です。4区ですよね。はい。まあ、なんか普通にやってる分にはそんなになんか差は今感じないですけど、止まる時なんですかね。そうですね。割と急、前の車が、まあ、急ブレーキまで行かなくても、うん、ちょっとタイミングが遅くて強めのブレーキ踏んだ時なんかは、はいはいはい、特に違いは感じる。あ、あ、でも確かになんか感じちょっと恐る恐るな感じで、うん、なんかアクセル踏んでますね、これ。行ってもいいのかなみたいな優しさを迷いがある感じの自信がないよ、ね、自信がない。そうですね、さっていかないですね。じわ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 ってきますね、これ。面白い、やっぱ違うんですね、多少ね。はい、色認識ができる、うん、できないっていうのが、うん、まあ、つながってるんですけど。そうですね。パーキングと、あ、そういうこと。フットブレーキの違いなんですよ。はあ、踏まなきゃいけないんですか。そうなんです。あ、あ、そういうことなんですか。そうです。危ない。もしくは、はい、はい、ピッピッピッって鳴ってる間に、うん、もう一回セットボタンを押すか。
あ、そうするとフラットな状態になる。はい、うん、まあ、ただずっと渋滞だと何回か何回かもしれない。ああ、そういうことなんですね。はい、これがレボーグについている停止保持っていう、まあ、機能、あれの素晴らしさがどれだけのものかと。あ、今感じました不明って言われて何のことと思ったんですけど、今、そういうことなんですか。そうなんですよ。はあ、へえ。あ、レボーグでよかったです、はい、これだったらあんまり嬉しくない、疲れちゃいますね、多分。そうですね。で、これがその今後どの車についていくかっていうのも、まあ、うん、お客様の中では求めているところではあるんですけど、ね、そうですよね。今で言うとフォレスター、インプレッサー、クロスオーバー7、うん、このあたりが停止保持がついてないので、うーん、欲しいですよね。そっか、それはすごいな。まあでもあれですけどね、多分どうなんですかね、あの、僕なんかあんま運転好きじゃないんであれなんですけど好きな人はそんな気にしないですかね。まあそうですね、うん、多分運転したくなるんですよね、きっとね。はい、まだね、わかんねえんだよな。207、はい、まあ、我々もこう試乗車が来るわけじゃないので、うんうん、正直乗ることなく、うん、相談しなきゃいけない、うんうんうん、大変ですね。まあ、もうそのクラスになるともう説明するも何もお客様が買うかどうかの話なので、うん、はい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 、だってもう買えないですもんね。だって、ま、あの検討する余地ないですよね。もうみんな欲しい欲しいってそれで早いもん勝ちなんですよね、はい、すごいですよね、それ。今買うって言ってくださってる方も、はい、正直確定ではないんですよ。もう、うん、朝一出社して、はい、もう見積もりが打てるようになったら、はい、もう打って注文かけてっていうのを、あ、まあ、やっていくだけなので、あ、その間にいろんなこう、はい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 、はい、神奈川スバル、はいはいはい、名古屋スバルとか、みんな同じ用意どんなんですね。用意どんそれ負けたら超怒られるんじゃないですか、それ。いや、でもそれはまあ、うん、承知の部分は。ああ、そうなんですか。いや、じゃあ負けないであげてほしいですね、はい、だってそれ勝ったら750万ですよね絶対負けられない戦いですよね、それすごいですよね、それ。今買うって言ってくださってる方も、はい、正直確定ではないんですよ。もう、うん、朝一出社して、はい、おー、もう見積もりが打てるようになったら、はい、もう打って注文かけてっていうのを、あ、まあ、やっていくだけなので、あ、その間にいろんなこう、はい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 、はい、神奈川スバル、はいはいはい、名古屋スバルとか、みんな同じ用意どんなんですね。用意どんなん、それ負けたら超怒られるんじゃないですか、それ。いや、でもそれはまあ、うん、承知の部分は。あ、そうなんですか。いや、じゃあ負けないであげてほしいですね。それ勝ったら750万ですよね絶対負けられない戦いですよね、それまあ多分、まあ、朝一とかは大丈夫だと思うんですけど、その、まあ、でもその日中にはなくなるから。そうですよね。あ、すごいですね。あと、もしかしたら、はい、その NBR チャレンジっていう方じゃないやつは、うんうんうん、ちょっと少しは残るかもしれない。黄色いやつとか。あ、黄色いやつはもうなくなっちゃう。あ、NBR チャレンジでなくなる、はい、黄色い車がなくなるってすごいですよね。そうですね、なかなかないですよねへえ、すげえな。でもそれだけ100台限定なので、はいはいはい、それこそ多分
ディセールとかはすごいいいと。そうか、そっちの方がレアなんだ。はい。そうですね、さっきの200台でしたもん、さっきのラリー仕様のやつって。はい、そっかそっか。すげえ並んでんな。へえ、ちょっと、入ってきたら見てみたいですね。笑いますけどね。ワールっつって207っていうんでしょこれみたいなやつですよね。でもそうなんですかね。へえ。あの性能で700ちょいちょい。安いと。安いと。むしろ。買うぞ。買うぞ。お前金ちょっと出せって言われて。あ、ちょっと怖い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 。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。ワンダフルキリングタイムではあなたのチャンネル登録を待っています。チャンネル登録ボタンをクリック。まあ乗りたい車いっぱいあるな。とりあえずモーターショー行ってきます。それではまた。